化け物語は新潟かもしれない。直江津駅ってのがあるし。京都、京華。埼玉がワンパンマンじゃないとかどうなってるんだ。ラキスタが埼玉県にとってどれほど重要か知らないのか。神奈川はエヴァだな。待て、エヴァンゲリオンって神奈川が舞台だったの？家族や友人に会うため、一年に一回行ってるんだが、箱根が舞台になってるんだぞ。青森、フライングウィッチ、北海道、僕だけがいない町、沖縄、ブラッドプラス千葉、俺の妹がこんなに可愛いわけがない。香川、うどいの国の金色けまり。長崎県、バラカモン。そういう話なら、広島は、裸足の弦だよね。福岡県、エクセルサーガ。群馬県はイニシャル D。福井、グラスリップ。茨城、ガールズ&パンツァー。鳥取、フリー。富山、トゥルーティアーズ。愛知、隣のトトロ。佐賀、ユーリオンアイス、佐賀市が舞台らしい。愛媛、舞姫、オア、千と千尋の神隠し、着想を得た銭湯がある、群馬、イニシャル D、岩手、犬神。香川、瀬戸の花嫁、鹿児島、秒速5センチメートル、三重、半分の月が昇る空、宮城、神奈長野、お願いティーチャー、大阪、ラブコン、和歌山、エアー、山口、これが私のご主人様。滋賀、バジリスク、静岡、キャプテン翼。静岡は、アマンチュラロー。長野県は先、青森県は蔵などにすべき。あと、京アニ作品はほぼ、すべて聖地があるはずだ。確か、教会の彼方は奈良だったな。太平洋は、韓これでいいよ。アメリカ海軍のアニメがあるなら別だけど。岐阜、君の名は、それは東京が舞台でもあるだろう。更新してみた。少しだけど埋まってきてる。スレムシ。山梨県はペルソナ4。ゲームの舞台である稲葉市は笛吹市が元になってるし。北海道はゴールデンカムイの方が合ってる気がするんだけどな。13番、東京都はコードギアスで。コードギアスって東京とするのにふさわしいかね？東京が舞台のアニメなんて何百作品もあるのに。徳島、空の教会。岡山、天地のよう。島根、神様始めました。神奈川県は天体戦士、サンレッドでいいのに。青森、蔵など、岩手、ラブヒナ、山形、レベル E。宮城、神奈に、栃木、吉賀の空、富山、トゥルーティアーズ、オア、ゆるゆり。茨城、ガールズ&パンツァー、長野、佐紀、石川、花咲くいろは。岐阜、日暮らし、山梨、ペルソナ4、静岡、いちごマシュマロ、夏色奇跡。愛知、電波女と青春男、滋賀、軽音。三重、凪の明日から、兵庫、春日、岡山、のんのん日より。和歌山、エアー、香川、瀬戸の花嫁、高知、海が聞こえる、愛媛、舞姫。山口、これが私のご主人様。島根、ブルーシード、広島、玉浦。福岡、空の落とし物、熊本、夏目友人帳。鹿児島、ロボティクスノーツ、宮崎、百個、長崎、幻影をかける太陽、坂道のアポロン。沖縄、エウレカセブン、遊びに行くよ。完成間近になってきた。スレムシ。
つまり残りは秋田、大分、福島か。サムライチャンプルーとか刀語りとかは、旅の途中でここを通過したりしてないのかな？もし該当作品が見当たらない場合ならそれで。福島が舞台のアニメを思いつけない。もうゴジラとかでいいんじゃないか。未確認で進行形は福島県だよ。日本語のウィキペディアで、秋田や大分が舞台のアニメ作品が見当たらない。熊本はフェイトよりも、蛍火の森へ、や、夏目、友人帳の方がふさわしい。俺も夏目、友人帳に一票。北海道は複数の都道府県であってほしかった。そうすればもっとあそこの多様性がわかるのに。日本を訪れてみたいが、行きたいのは宮城、青森、北海道だけだわ。東京のマップも欲しいな。もちろん練馬区は、らんま2分の1だ。豊島区、デュアララ、荒川区、荒川アンダーザブリッジ、オア、明日の城。足立区、それゆけ。宇宙戦艦山本陽子、板橋区、鈴風。大田区、パニ、ポニラッシュ、葛飾区、こちがめ、江東区、同人マーク。渋谷区、カオスヘッド、新宿区、DTUB、杉並区、蜂蜜とクローバー。墨田区、逮捕しちゃうぞ、世田谷区、夜桜カルテット、中央区、鉄コンキンクリート。中野区、アルティメットガール、練馬区、ドラえもん、オア、ランマ2分の1。文京区、オウラン高校ホスト部、オア、さよなら絶望先生、港区、セーラームーン、目黒区、デジモン F。どうぞ。おお、すごいな。欠けてるのは4つだけってことだろ？まあ、残りを探すのは難しいに違いない。これに対し、日本のネットユーザーの反応は、神奈川はスポーツかヤンキー漫画&アニメで飽和状態だよね。神奈川はエヴァの他にもスラムダンク、ドカベン、寄生獣とかいろいろあるな。軽音って言うほど滋賀か。校舎だけだろ滋賀にあるの。なんでこんなに詳しいんだよ。番号の付け方が都道府県番号なあたり、表を作ったやつはきちっとしないと気が済まないタイプみたいだな。日本人より詳しい。めちゃくちゃ詳しいな。楽しそうだし。大都市なのにあまり聖地にならない大阪。大阪は、じゃ、りんこちへ。これだけは絶対譲れない。東京の世田谷区はサザエさん一択だろう。宮城はジョジョ第4部に決まってんだろう。実写化で話題というか問題となってる。北海道は銀のサジじゃないのか。神様始めましたは、島根じゃなくて、埼玉の川越だ。静岡は、ちびまる子ちゃんだな。埼玉は、クレヨンしんちゃんじゃないのか。詳しすぎて面白かったです。わらわら。結構メジャーアニメが多くて、わかりやすかったし。23区外の東京涙目。わらわら。